一般的なロッカールームを変路さん、更衣室更衣室とは、企業や学校、スポーツ施設などに設けられ、制服、作業服、ユニフォーム、スポーツウェアなどに着替えて、そこでの仕事や活動を行うための準備をする、または、着替えのための荷物を保管する場所の部屋のことを言う。更衣室のことを、ロッカールームと呼ぶことがある。なお、風呂場や、 戦闘などで衣服を脱いだり着たりする部屋は脱衣所という。プールや温泉など全裸になる場所のみではなく、衣服のみの着替えでも用いる場合や荷物置きとして利用される場合もある。更衣室内に洗面所や衣類収納用のロッカーが設けられていたり、換気設備が設置されていることもある。またスポーツ関連施設の場合は、シャワー室が隣接されていることもある。教育機関の更衣室の場合、 教室を利用したり、専用の更衣室があったりする。学校、学年などによって、男女同室の場合と男女別室の場合がある。企業内の更衣室は主に、通勤用の私服と職場で着用するための服とを着替えるために設置されている。男女は分離されており、職務に必要のない持ち物を更衣室内に保管するという役割もある。ありがとうございます。